ビートボックスのライブはどんだけすごいのかーいというのを徹底的に解説したい、そう思いました。私どもがビートボックスバトルにおけるアジアのキング、略してアジキン、どうもアジアチャンピオンでございます。今回はですね、ヒューマンビートボックスっていうのはバトルじゃなくて、まあ何でもそうなんですけど、ライブがあるんですよね。自分の全てを表現する場、伝えたいことを伝える、そんな場所だと私どもは思っているんですけれども、バトルとライブじゃ全然違ったりもするんです。背高なんか背高くないそう、我々もね、バトルするときとかライブするときは結構ね違うことしたりするんですけれども、バトルもいいけどやっぱね、ライブっていいのよ。そう、我々もそのたくさん結構ライブとかやらせていただいてきた身として、果たしてそのヒカキン大先生、ビートボックスのアーティストとして全身全霊をかけステージに立ったときは果たしてどうなーめっちゃ腹鳴るじゃんなのでこの私アジアチャンピオンとお腹ペコペコ大先生で結構細かくどういったところこだわってんのかっていう解説とかしていきたいと思います。そんなならないことある。よし、ということでちょっとヒカキンさんのライブパフォーマンスを見ていきたいと思います。せいやということになりまして、今回見ていくのがこちら、ヒカキンビートボックスライブ、YouTube ファンフェスジャパン2014。この動画の再生回数が約420万回再生をされているんですけど、ヒカキンさんのビートボックスのアーティストとしてどういうライブをしているのかと我々見ていきたいと思います。いただきます。ボックスから家の軸に至るまで、あらゆるジャンルを飛んでるビートボックスは世界中から大絶賛。海外セレブとの共演で注目を集める。かっけー、うわいいな、めっちゃ会場にいる気分になった。彼が持つ全4チャンネルは登録者数430万人以上、総再生回数11億回を突破、日本のトップ YouTuber。 ハハ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 。うわー、俺もこういう映像大好きなんだよね。いやー、いいね、このヒリヒリしてきた。僕らもヒリヒリしますよ。すごい。うおー、ハロウィンチューいいねー。うわー、いいなー、これ行きてー。普段のヒカキンさんのギャップがやばい。いや、確かに確かに、うん、してる側のさ、あるあるじゃないけど、うん、構成のあるあるとしては、うん、やっぱ最初はこう基本的なビートというか、途中からそのヒカキンさんの代名詞と言っても過言ではない、スネアを変えてくる。そしてその次にベース音を入れるっていう、もうね 0.7 点満点で2点です。おこれやばいね、熱いね。おお、やば。こんな感じで。こんな感じです。もっとさ、どうみたいな言っていいよ。どうすかみたいな。やっぱ伝わりやすいからといって、めっちゃ簡単なことやってるわけでもなくて、ちゃんとこう分かりやすさとテクニックを織り交ぜてる感じが、うん、プロっすね。いや、プロっすわ。うん。
ちゃめちゃ音重い。確かにマイキングうまいのかもね。うまい、確かにマイクの持ち方が、うん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 、特にそのローの入れ方というか、うん、ドーンっていう音がこの体にゲーンくるんですよね。本当に生で聴いてほしいよな。ライブいいね。いいやっぱり全ての感情が詰まってんだよこの場に。なんかやっぱヒカキンさんのでもさすがだなっていうちょっとプロのところ、グルーブというかノリがずっと崩れない、うん、結構、ね、音が繋がってるようにちゃんと聞こえるんですよ。はい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 、こう乗らせれるというか間の音もちゃんと詰まってるっていうところが、はいはい、会場で聞くともう、うん、おい音楽みたいな。渋い顔してますね。ヒリヒリしてきた人とは思えません。やば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 い、かっけー、やばいこれ、おう、いやいや俺現場にいたら踊り狂ってるよ。腕引きちぎれるまで踊ってるわこれ。ていうかこの会場めちゃめちゃ音いいね。ねね。ちょベースベースって俺できないんだけど。ベース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 しかもベースベースの切り替えがやっぱり分かりやすい、見てる側も。これをやっぱりプッ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 ってやるんじゃなくて、ベース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 でもいい、みんなをグッと引き付けるきますよっていう合図を出してるんですよ。こだわりポイント、こだわりポイントを食べるとこだわれますからね。何にでもそば湯とかそばちゃんにもこだわれますから。こっちがありがとうだよ。いやー、やっぱり温かい。YouTube 好きしかもう来てませんから。いるよ、ビートボクサー好きが。ビートボクス好きがいるよ。やっぱりまあサングラスをつけてビートボクスする。で、外したらこんなにいい人そうっていう。うん、ギャップもいいよね。大好きなんですよね、僕たちね。結局のところ。なんか喋ってんのかな。改めてすごいですよね。動画再生回数13億回って何？僕自身も全然やっぱりいつも僕自身もまだ続き、これがビートボクサーです。ヒカキンさんなんですけど、そもそも動画をこうアップするようになったきっかけは何だったんですか？きっかけやっぱりビートボックスを小学生の時からやってて、うん、で高校の時にまだ YouTube がこう英語の時、日本語対応してない時に、なんか上手い人のを見てたんですよ、外国人の。それを自分でも投稿したいと思って高校の時に初めてパフォーマンス投稿しました。うん、その時なんかしみるわー、ジーンジーン、本当にさあ、ヒャキンさんのように、多くの人にこれだけ見てもらえるクリエイターになるにはなんか秘訣ってあるんですかね？そうですね、まずはやっぱり好きなことからまずやってみて、うん、やってみ
切ることが大事ですね。たまにこう始める前にこういうのやろうと思ってるんですけどどう思いますっていうこう質問とかをいただくんですが、多分そう思う前に開けちゃった方がいいよって思うんですね。それダメだったら違うことすればいいしとか、かーパパと呼ばせてください。ヒカキン先生すごいですね。いや僕の考えですけど、ライブってやっぱり人間が出ると思うんですよね、こういう考えだからこその人に寄り添ったパフォーマンスというか、人が喜ぶようなパフォーマンス、すべてが詰まっている神動画です。神動というわけで結論、ヒカキンさんはプロ、プロキン TV でございます。本当にね、リスペクトしてるからね。リスペクトですよ。もうプロキン TV でございましたね。もうすごいですよ。やっぱりビートボックスに関してもストイックさが出てますね。もう中途半端なライブとかじゃないから、ね、素晴らしいわ。すごいですよね。ということで、まあヒカキン大先生、ちょっといつか本当にこの時世も目をついて、やっぱりこういうイベントもまたできるようになったら生で見させていただきますので、アゼルバイジャンぐらいだったら行きます。どこまでもついていきます。師匠フィフォーフィフォーフィフォーキン、ほんとさ、なんなんだろうこれ。かこんなとこ来る来るかね、そんなとこ。お知らせです。今現時点でチャンネル登録者数が10万人いきそうなんですけど、10万人を突破した暁にはロフの YouTube チャンネルにて生配信をさせていただこうと思っております。やる日時をコミュニティの方で多分発表するので、よかったらチャンネルを登録してチェックをしていただければと思って、ああよろしくお願いいたします。ちなみにここは僕の家のキッチンの端です。